トンチュースということで、お待たせしました、皆さん。パリでですね、買い付けてきた古着をちょっとご紹介しようと思います。すいません、お待たせしまして、ちょっと、やっと時間を作ることができました。はい。で、今回ですね、僕は買ってきたのはコートしかもね、揃いも揃って同じようなね、色と形のコート。まあ、コート4着とシャツですね。パキッとしたね、色のシャツ2着。これを買ってきましたので、まあ、ご紹介していこうかなというふうに思います。で、ちょっとコート着ますわね。はい。あ、じゃあ、まず全体感だな。全体感というか。はい、これ1着目、ステンカラーコートですね。ステンカラーのコートでございます。はい。まあ、色は、ベージュ。はい。で、この2着目が、これね、まあ、トレンチだと思いますが、ガチもののミリタリーものっぽいんですよ。ガチの軍仕様みたいな感じで、あのね、生地の感じとかが結構、これガチもんなんじゃねえかっていうような風合いのものです、これ。これ結構ガチっぽい。はい、そしてこれもまあステンカラーですね。で、実はこれですね、アクアスキュータムなんです。アクアスキュータム、はい、掘り出し物です。これ見つけました。で、これもまあトレンチですね。トレンチ、はい。これはまあなんかチェックでバーバリーっぽいですけど、バーバリーではありません。ただメイドインフランスと書いてあります。あとね、シャツですね。あ、ちょちょちょ、はい、このイエローのね、シャツとブルーのシャツ、このね、襟の形が面白いんですよ、これね。これ結構襟が大きめで、ピシッと、うん、エッジが効いた襟の形してて、まあちょっと面白いですね。はい、ということで、じゃあ、コートからね、着ていきたいと思います。はい。どうでしょう、よくない？普通に。ね、色といい。まあ、ステンカラーですね。はい。でですね、お値段が、1万5000円です、こちら。はい、1万5000円になります。で、ちょっとね、ちょっとお安くしてるんですけど、それはなぜかというとですね、ちょっとここにほら汚れがあるんですよ。ちょっとシミというか、うん、まあ古着ならではなんで、ある程度しょうがないんですけど、まあちょっとシワがね、あ、シワじゃない、シミができちゃってるんで、まあでもこれなんか多分、シミ抜きみたいにすれば落ちるとは思うんですけど、まあいかんせん古着なんで、すんません。はい。でも古着にしたら、これを除けばね、結構綺麗な状態はいいと思いますよ。かっこよくない？普通に。ね、はい。で、素材は多分綿100だと思います。こういうようなタグがね、内タグにあって、はい。あ、うん、ポリエステルも入ってますね。ただちょっと表記がかすれて見えなくなってますが、綿ポリって感じですね。で、おそらくね、これシャンブレー生地というか、ちょっとね、光沢があるんですよ。だから縦糸と横糸でちょっと色が違うんだと思います。ベージュと白なのかな、うん、ちょっとね、光沢ツヤツヤする感じの色味です。どうでね、ステンカラーにしてはね、なんかここら辺にこういう何ステッチが入ってるというか、これがね、なかなか珍しいんですよ。普通ね、ステンカラーのコートってラグランなんですよね。でもこれセットインで、なぜかここにラグランの途中みたいなね、なんかね、それがちょっと面白いなと思って、うん、ステンカラー、まあ、形ステンカラーなんだけどね、肩セットインでちょっとこう肩の線がパチッと出るっていうか、うん、袖が若干ね、それで短めなんですよね、うん、そう、まあ、ちょっとね、なんか面白い見え方として、ほら、ね、かっこいいでしょ。襟はまあちょっとちっちゃめかな。うん。ということで、いいんじゃないですか、うん、裏地もまあ一応ね、チェックのものでついてますし。はい。
いいでしょ、うん、パリジェン、パリジャンだよ、パリジャン、はい、はい、まあそんな感じですね、じゃあそうしましたら次あのガチ群もの着てきます、はい、どうでしょう、どうです、かっこよくない、やっぱさ軍人っていうミリタリーのね、なんかこうなんていうの、こう格式高い感じがしませんね、軍っぽい、なんかだこの辺ですよね、この辺がやっぱこう将校っていうか、なんかそういう雰囲気が出てる感じですね、なんかかっこいいじゃん、そうこれかっこいいんですよね、なかなかね面白いね、デザインで、まあ一応トレンチだと思うんですけどね、ここがなぜかね、こう生地2枚仕立てになってるんですよ、だから袖の上になんかこうもう一個パーツをね、ほらつけてるっていう、なんかねあんまり見たことがないようなデザインなんですよね、うん、でね、もうさっきも言ったように結構ね生地がねガッシガシの感じ、うん、すごいしっかりしたギャバの生地って感じですね、でね、あ、お値段言うの忘れました、これね高かったんですよ、高かった、仕入れね元値がそもそも高くて、なので1万6000円です、はい、僕はこのミリタリーのことはよく分かりませんし、そういう知識も持ち合わせておりませんが、多分なんかね雰囲気的にガチ軍ものの気がしてます、色といい、丈はまあそんな長くないですね、かっこいいでしょ、うん、これも僕もね見てね、お、いいじゃないですかと思って、あ、やっぱこの辺がかっこいいね、この胸のあたりやっぱなんかかっこいいなというふうに思います、でね、まあ最初に言っておけばいいんですけど、まあ全部古着なんで、もう古着です、これ匂いとかもめっちゃ古着の匂いする古着屋の匂いですね、で、これあの付属品がありましてフードがついてます、これこうやってボタンでここでつけてこういう風にできます、ね、こういうのもなんか結構軍っぽいんだよな、うん、一応付属品という形で、このフードとあとねベルトがついてます、なのでまあ一応腰でこうシュキュッと絞れるという、うん、はい、そんな感じです、1万6000円安くない、いやなんか毎回言われるんだよな、高え高えって、うん、そういう人はどこでお金どこで服買ってるのか分かんないですけどね、まあいいや、はい、結構ガチミリものですこれは、はい、でもかっこいいと思いますね、かっこよくない、うん、はい、そんな感じでございます、じゃあ次、はい、これがですねアクアスキュートムでございます、アクアスキュートムでございます、で、最初にお値段言っておきました、これは1万7000円にさせていただきたいです、これもねやっぱアクアスキュートムってことがあってちょっと高いんですよ、他のものよりもやっぱり、まあしょうがないなと思いますけども、はい、アクアスキュートムのまあこれもステンカラーですね、ステンカラーのコートなんだけど腰紐がついてるっていう、面白いでしょね、普通ステンカラーってね、あのこのウエストのベルトってついてないんですけども、なぜかこれはねウエストのベルトがついてるんですよ、まあ、ちょっと面白い、うん、でちょっと丈も長めですね、丈も長めで若干こう今回の中では大きめのサイズ感かもしれない、かっこいいんだよこれ普通に、俺これ普通にかっこいいと思う、なんかね面白いですよね、でね今言ったようにこの腰にベルトついてるっていうのもまず一つだし、ここもめっちゃ面白くない、こんなん俺初めて見たんだけどさ、ここのね首元にベルトがついてるんですよ、でこういうの僕初めて見たんですけどね、首もベルトでチンフラップとかなんかそうじゃなくてベルトでベルトベルトベルトみたいな、ベルト多いんですよね、こんなデザイン見たことあります、僕初めて見たんですよね、この首元にベルトループとねベルト通してるみたいな、
ね、面白いっしょ。でもかっこいいなと思って普通に撮ってみたら、あ、アクアスキュータムだしと。で、すいません、これね、ちょっとね、一つ残念なお知らせなんですけどね、これ一号用のベルトが取れ、あ、ボタンが取れてるんですよ。ここがないの。そこだけね、すいません。なんでまあ、もしボタン欲しいって方はね、つけていただいてもいいと思いますよ。なんかボタンかっちょいの買って、で別になくてもいいと思う俺は。一番上のボタンあってもなくても、うん、そんな感じ。そうなんですよね。だからさ、ほら、そうそう、このねストームフラップがあるんですよ。面白くない？だトレンチっぽいステンカラーみたいな、結構こう合体してる、面白い、いろんな要素があるっていうか、これ結構僕的には結構好きでね。うん、で見てください、ほらこのねポケットが貫通するんですよ。これなぜかというと、まあ内側のポケットにアクセスしやすいようにですね、前閉めてても、例えばこの中にジャケットとか着てたら、ジャケットのポケットにアクセスしやすいようにポケットが貫通するようになってます。はい、こんな感じ。アクアスキュータ、うん、これかっこいいでしょ、うん、なかなか掘り出したなと思います。はい、次、最後ですね、コートはこれです。はい、トレンチですね、これ着てみました。かっこいいっしょ、これもこれもかっこいいんだよ。あ、で、最初に言っておきましょう、こちらは16,000円とさせていただきます。16,000円ですね。はい、どうでしょう、まあ、形はトレンチですね。でね、面白いところはこのガンフラップですね。ガンフラップの形がね、ちょっと面白いでしょ。でね、あれをちょっと彷彿とさせますよ、あの勇気橋本のトレンチコート。ちょっとカッティングがさ、あのちょっとこうの似てるかなというか。直近の例で言うと、うん、ちょっとね、あのここが面白い形をしてるなっていうところと、あと皆さんちょっと見えにくいかもしれないですけど、ここにダーツ入ってるんですよ。ここにダーツが入ってるんで、ちょっとねここがキュッと します。ちょっとまあね、トレンチで結構幅が大きいんで分かりづらいかもしれないですけど、ここにダーツが入ってるんですよ。見えるかな、ほら、面白くない？あんまさ、ここにダーツ入ってるっていうトレンチコートとかないんだけど、これはなかなか、あ、面白いなというふうに思います。あとボタンだね、はい、ボタンもなかなか、これ何ボタンって言うんだけど忘れました、クルミボタンだっけ。はい、ボタンもちょっと一つ特徴かなと。ね、これもまあちょっと大きめかも、少し袖もちょっと長めで、かっこいいでしょ。そうなんですよ、なかなかね、これも掘り出したなという、そういうような印象がありますけど、ね、はい、まあそんな感じでコート4種類、4者4用っていう感じで、非常にかっこいいかなというふうに思います。じゃあ次、最後シャツですね、着てみます。はい、黄色いシャツですね、どうでしょう。まあなんといっても色がね、まず一番いいじゃないですか、パキですよこれ、マジパキカラー、パキカラーのね、イエロービタミンカラーで、なんかさ、僕見て思ったのは、ここまでね、なんかこう発色のいいイエローのシャツってあんまないじゃないですか。あんまあるようでないみたいな。ね、なんかそう思ったので、ちょっと面白いかなと思って買いました。でね、あ、というの忘れた。これ3000円とさせていただきます。3000円でございます。はい。そんな感じですよ。綿かな？綿100かな？はい。ちょっと薄手ですね。薄手な感じでございます。どうでしょう、だからなんかね、僕のイメージではやっぱインナーの差し色としてなんかこう一つ取り入れるっていうイメージかな、うん、なんかこう
ね、さっきのトレンチとかでもいいと思うんだけど、なんかこう中にインナーとしてこういうイエローのシャツ1枚パキッてあると、おなんかいい、面白いというか、いいんじゃないかなというか、なかなかね、見かけないくらいのこの綺麗な色合いだったんで、仕入れてまいりました。はい、では最後ブルーを着てみたいと思います。はい、こちらも、ですね、3000円とさせていただきますわ。うん、3000円です。で、こっちのシャツはね、さっきと比べるとちょっとサイズがまたちょっと違くてね、ちょっと大きめです、こっちの方が。ほら。うん、ゆったりめですね。でね、これもまたこの襟がね、面白いでしょ。こんな、シュッみたいな。こんな鋭角なね、うん、襟。なかなかないなと思いますし、色もねいいでしょ、このブルー、綺麗なブルーで、うん、なんかねサックスとも違うし、まあブルーなんだけど、なんかね、なんていうかな、ちょっと綺麗なね色合いのブルーのシャツで、これも色綺麗だなと思いまして、で着てみたらね、サイズ感もなんか含めてちょっとゆったりめで着ていただける感じで、なんかいいなと思いまして、はい、生地はね、まあちょっと薄めかな、薄めな感じで、生地の感じで言うと、結構ねカジュアルっぽい感じもしますね。なんかどっちでもいけるかもしれない。そんなドレスシャツしてない。どうでしょう、なんかこれもね色合い綺麗なんで、まあさっき言ったみたいに差し色とか、まああとはこれから春になって暖かくなったらね、1枚で着ても全然いいと思いますし、なかなか素敵な色合いかなと思います。はい、ということでコートとシャツ2枚、これが以上ね、これが私がね、パリで買い付けてきて、もうね大変だったよこれ、帰りの荷物ね、もう本当に超重くなってしまったんですけど、でもまあいいもの仕入れられたかなと思います。でね、まあ最後にもう一度言いますけども、前提として古着ですから、古着なんで、なんていうかな、そこをご理解いただける方に、ご購入いただきたいですね。なんで、もう本当、そういうことですから。だからなんか、もうもちろん古着っぽい匂いもするし、新品では全くないし。だからその辺をご理解いただいて、ノーグレーム、ノーリターンで、っていう、前提のもとね、お願いしますと。それは重ね方さね、言っておきたいなというふうに思います。はい、そんな感じでね、まあパリで仕入れてきたパリジャンたちのこれを着てパリジャンになろうというまあそんな感じでございます。まあまたリンク貼っておきますから、概要欄に、そこからもしよろしければよろしくお願いしますと思います。はい、そんな感じです。では。